こんにちは、こんばんは、森越カップーです。今回はこちら、祖父行きつけの美容師のおじさんからいただいたいろんな機種のゲームソフトたちです。一応パッと見た感じ、スーファミの箱節やプレステのソフトなどいろいろ入ってます。こういうご近所さんとの付き合いでいただけるのって大変ありがたいですよね。おじいさまのお子さんたちが昔使っていたソフトだそうです。納屋から出てきたらしく、もう不要とのことなので早速いただいてきました。では早速順番にお見せしていきますね。まずはスーファミの裸ソフトが入っていたので、こちらからスターオーシャンです。こちらはスターオーシャンの初代の作品のようで、確かプレステ4などで5まで続いているシリーズですよね。 PSP でリメイクも出ていて、私は確か PSP の2までやった覚えがあります。いただき物なので参考お値段などは載せていませんが、一応状態は綺麗なもののようですね。裏もこんな感じで綺麗ですね。こちらは持っていなかったので初ゲットとなります。そして次はプレステになるんですけど、まず何これっていう感じのソフトがこちらです。これ珍しくないですか？初めて見たんですけど、こんなのお店で売ってるの見たことなくって、ちょっと譲っていただいた時にちょっと笑いそうになっちゃったんですけど、一応シンプルシリーズのクイズ版みたいのようで、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか？中身も結構綺麗ですよね。こちらはちょっと面白そうなので、ライブ配信でちょっとクイズ大会みたいな感じで買わせていただこうかなと思ってます。一休さんのアニメはちゃんとは見たことはないんですけど、テレビの懐かしアニメなんかでなんか時々出てましたよね。最終回がすごいっていう感じのアニメ特集で、ちょっとなんか一休さんが最後、ちょっとこれはネタバレで言えないんですけど、気になる方いらっしゃったらぜひ調べてみてください。一休さんの最後がすごかったです。そして次も同じくプレイステから、こちらストリートファイターリアルバトルオンフィルムです。こちらはスト2の映画版を題材にしたゲームみたいですね。ちょっと聞いた話ではすごく難易度が高いようで、オリジナルのキャプテン沢田っていうキャラもいるみたいですね。ちょっと開けてみてみるとこんな感じですね。ちょっと説明書を見てみると、こちらですね。こちらがキャプテン沢田みたいですね。で、一番最後のページを見てみると、こちらがチュンリーとキャミーのようですね。こちらは、すごく綺麗な方が演じられていて、どうでしょう？皆さんイメージ通りでしょうか？こちらはまたライブ配信で、単発配信でやってみたいなと思ってます。すごく難しいと言われているようなので、がぜん燃えてきますね。クリアまで目指してみたくなりますよね。では次はこちら。こちらはすごく年季が入っている感じなんですけど、谷川浩司の将棋指南2名人への道です。こちらは値札シールが貼ってあるんですけど、5500円から値引きされてるのかな？ 3880 円になってます。当時のファミコンの値段がこれぐらいっていうことなんでしょうか？今の新作のお値段よりは安い感じなんですかね。ちょっと開けてみますね。箱は年季が入っていて、説明書。
説明書は、あ、でもなんか使い込んだ感じですかね。あ、もしかしたら譲ってくださったおじさまが使っていたソフトかもしれませんよね。で、ソフトもちゃんと入っていて、こんな感じですね。あ、でもやっぱり年季が入ってる感じはしますね。お店で売ってるよりは、状態は結構綺麗なんじゃないでしょうか。物持ちが良かったようですね。では、次へ行きます。次からはすべて、スーファミの箱節付きになるんですけど、状態の良いものから結構、やっぱり年季が入っているものまで入ってますね。で、まずこちらはすごく綺麗だった魔法陣ぐるぐる2です。こちらはなんかアニメでやっているものですよね。こちらはアニメでやっていたものですよね。こちらは何回かアニメ化されているみたいで、いろいろ調べてみると新しい方のアニメを見ていたようです。見ていたといってもほとんど記憶にはないんですけど、確かドラクエみたいな冒険物だったかな？ちょっと開けてみてみますね。あ、説明書すごく綺麗ですね。あ、はがきやチラシも入ってますね。あ、ぐるぐるのチラシですかね。あ、これ映画の特別優待割引券が入ってました。え、ソフトの中にこれが入ってたってことですか？で、あと上級魔法カードも一緒についてました。こういうの嬉しいですね。で、ソフトの方はビニール袋にちゃんと入っていて、あ、すごく状態いいですね。めちゃくちゃ綺麗です。大切に使われていたのが伝わりますね。すごいお気に入りのソフトだったんですかね。こちらは、あ、やっぱり RPG ですね。またまた始まるニケとククリの大冒険。魔法陣バトルでモンスターをやっつけろ。やっぱり RPG のゲームっていうことですよね。こちらはまた気ままに配信の時なので遊んでみたいと思います。そして次も同じくスーファミからこちらはすっごく遊ばれていたのがよく伝わるこちらコンバットライブスです。パッと見ダブルドラゴンとかそういう系のソフトかなと思ったんですけど、クニオくんなどが出ている会社のゲームかなと思いました。箱はもうちょっとかなり年季が入ってる感じで伝わりますでしょうか。お子様が遊ばれていたっていう感じになってますね。で、開けてみますと、あ、説明書入ってますね。すごい使い込んだんですかね。楽しく遊んだのが伝わります。そしてこちらのソフトもちゃんと入っており、こちらはファイナルファイト系のゲームみたいなので、こちらもライブ配信で遊べそうなゲームですよね。ソフトの状態はこんな感じですね。特に目立った汚れ、あ、なんだろう。これは、なんかのマークですかね。なんか黒い点がついてますね。なんだろう。何かの印なのかな。あれ？あ、ここだけですよね。謎のマークがついてましたね。なんだろう。名前の代わりとか？なんですかね。威迫されないための印とかどうなんでしょう。では同じく次はスーファミから次はこちら。こちらは先ほどよりは状態のいいもので第3次スーパーロボット対戦ですね。スパロボは何度かライブ配信でしたことはあるんですけど、私ちょっとあまりよく知らずにこちらの味方を攻撃しちゃってて撃墜しちゃったんですよね。スパロボ関係はほとんど詳しくないので、わかると言ってもガンダムぐらいで、確かライブ配信でロボットシューティングみたいなゲームをした時に、あ、この赤いロボットが V を飛ばしていたのがちょっと面白かった覚えがありますね。攻撃が V って結構斬新じゃないですか？一応、ヨーヨーなども飛ばすみたいで、
私的にはすごく珍しい攻撃のロボットっていうイメージでしたね。ちょっと開けてみますね。あ、こちらは結構説明書綺麗ですね。こんな感じで、あ、ケースはちょっと割れてるんですかね。この辺がちょっとだけ割れていて、で、ソフトはこんな感じですね。最近だとスパロボ30っていう最新ゲームも出ているようで、私もスパロボに挑戦したいなぁとは思いますけど、知らないロボットだらけで、なかなか敷居が高い感じがしちゃいますね。ガンダムだけのG ジェネレーションから始めてみた方がいいんですかね。シミュレーションゲームだとファイアーエンブレムは遊んでいたんですけどね。ちょっと知らないロボットが多いので私には難しそうですかね。そして次はこちらはちょっとレアなソフトみたいで、リトルマスター虹色の魔石です。こちらはお店のショーケースなどで見かけたことがあるソフトで、これを譲ってくださるって聞いたときは一応確認したんですけどね、エアソフトみたいなので大丈夫ですかって聞くと、なんかもういいよ持って行きなって言われたので、それならということでありがたくいただきました。しかもこちらすごく状態も良くって、おそらくほとんど使ってない感じで言われてましたね。そして開けてみると、やっぱりすごい綺麗ですね。やっぱりほとんど遊んでなかったみたいですね。説明書もすごい綺麗です。あ、こちらはハガキ、当時のハガキも入ってますね。やっぱりこういうの入ってると嬉しいですよね。で、ソフトも袋に入ったままで、すっごい綺麗ですね。こちらは先ほどのダブルドラゴンみたいなゲームと違って、あんまり遊ばなかったんですかね。ちょっと裏を見てみると、こちらはシュミレーションタイプのゲームなんですかね。もしかしたら子供にはちょっと難しかったからあんまり遊んでなかったんですかね。さっきのスパロボはすごく年季が入ってたんですけどね。こちらもシミュレーションゲームですよね。こちらは本当にありがたい一本ですね。こちらもまた遊ばせていただこうかなと思ってます。はい、というわけで祖父行きつけの美容、あ、散髪屋ですね私美容室って言いましたかね、冒頭で。散髪屋のおじさまからいただいたソフトはこちらで以上になります。これは本当どれもライブ配信で楽しめそうなソフトばっかりですよね。一本丸々ライブ配信でも使えますし、特にスト2とこちらの一休さんはちょっと必ずやりたいなと思ってます。よかったら皆さん遊びに来てくださいね。そして次回はフリマアプリで購入した、じゃん、ファミコンソフト10本で2000円、動作未確認のジャンク品ということなので安く購入したんですが、なんとこの緑色、こちらがショーケースに並んでいるようなレアソフトだったので、こちらが入ってるのを見てすぐにパッと購入しちゃいました。もうこれだけで元が取れているので、すごいお買い得な買い物だったかなと思います。またこちらは次回の動画でお見せしたいなと思ってます。よかったら期待して待っていてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今後もゲームの購入品紹介や福袋開封、そしてライブ配信もレトロから最新まで幅広くしているので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。よろしかったらチャンネル登録と高評価、低評価でもいいので動画の評価も一緒にしていただけたら嬉しいです。それではまた、森越カップでした。バイバーイ。